さんロリです。はい。ん？あれ？はい、ということで続いては三枝くんの番ですね。このまま着去にするべきかもしれないな。もしかしたら女の子続きだからね。まあ、まあ、あ、あ、もしもし。ちょっと待って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 。反映されてる、反映されてる。あ、もしもし、どうもー。もしもし、見てないよね。何が？画面見てない？画面ってあれですか？あ、見たいです、見たいです。よかったよかった。はい、ということで、じゃあ、はい、あれ、自己紹介お願いします。どうも、こんにちは、三枝明と申します。はい、お願いします。ということで、お誕生日おめでとう、イエイ。ありがとう、ありがとうございます。すはぁ、まあ、ということでね、三枝くんが来てくれました、はい。ごめん、ちょっとミキサー入ったもん入っちゃった。初心者かもしれない。いや、ほんとにさ、なんで初心者かもしれない。そういうことするんだよ。すいません、いや、あの、うん、ちょっと配信久々なもんですよ、すいません、ちょっと。あ、ほんとに浦川先生、はい。いや、なんかこの前、なんかさ、金曜日に、はい、あれやってなかった、はい、シャドーバース朝っすか。そう、朝にテンションね、そんな感じだったっけ。やってたよね、うん、はい、はい、はい、やってました、やってました、やってたよね、うん、はい。で、だから、久しぶりじゃないじゃん。あ、なるほどね、あの配信がね、うん、あ、そう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 、はい。いや、本当にね、やらせて、え、な、なに、こ、え、こわ、え、誕生日おめでとう。誕生日ありがとう、イエーイ。何歳になったの。え、10歳になった。10歳か、うん。俺さ、うん、森中さんにさ、うん、あの、なんかプレゼントとかわかんないからさ、とりあえずこれチャット見てほしいんだけど。え、なに、え、こ、え、なに、ちょ、あの、これでプレゼントの代わりになるかなと思って。これがまあ気持ちかなって。待って、ちょっとマジで言ってる？うん。恋人ブーツ買ったの？うん。ちょっとまあ これまあわかんない。これでまあそのなんだろうな、祝えるかどうかわかんないけど、やだー、まあまあ俺の気持ちかなってこれが。やだーよー。なんで買っちゃったの？売ってるから悪いからそんなもんは。そんなもん売ってるから。ブーストした方が良かった。いや、ブーストしなくていいし、お金払わなくていいから。なんだったらあれよ、ライバーだったらあげたのに。いやいや、てかうるさ、え、いやいや、やっぱあのあれよな、やっぱ、うん、いや、これそのプレゼントかもね、また分かんないじゃん、やっぱ分かんないから、うん、はい、まあまあまあこれでね、うん、まあ、うん、足しになるから。もうやだ。本当にもう、ちぇー、もうなんで、しかもよりによって恋人ボイスか。じゃあ聞かなくて本当いいから、あ、あ、なんか企画のためなら、あれよ、あれをする、あれ、なんか今度、あの、事務所でお会いするとき、あの、お金払い。いらねえ。もう、まあ、ありがとう、すごく嬉しい。いや、これじゃあ、これじゃあ、感想は、じゃあ、送ればいい。いや、本当にやめて、本当に、あの、特に、4トラック目は聞かないで。4トラック目だけは本当に聞かないでほしい。4トラック目を聞けばいいよね。いや、ダメダメ、本当にやめて、本当に恥ずかしい。おい、ちょ、文字化けしてんだけど、上ね、やめ、上この前で文字化けしてんだけど、ね、本当にやめて。これめっちゃ文字化けしてる、この彼。なんでだろう、まあ、知らないけど。また、あの、おいおい、じゃこれはね、はい、そのこと。いや、でも森永さんとのね、はい、出会いはまあ、はい、あれですよね、あの、某悪い子ナイトでしたから、ね。あ、そうですね。なんか、ショートランキング間違えちゃったところからね。うん、絶対やってんだろうな。なあ、絶対やってんだろう、うっせぇな、さっきから。その心は、その心はじゃねえよ、絶対あちこちやってんだろ。いつもいつも、なんでてか誕生日にそんなことやってんだよ。ほ、今なんて言った？八本部ちゃんやってんだろ、どうせ。ブブ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 。え、違うの？画面を見て。てってれー。八重ボンブちゃん、やってないドッキリ。イエーイ。
っとしい。あ、すごい手動いてる。そう、あ、手が止まった。あ、見ないで見ない、バケモンって言うなよ。バケモンって言ってる。言ってない。言ってる。え、あとね、もう一つね、視聴者にもドッキリがあるんだ。何？てれん、白飯消えてるドッキリーって言ってる。怒られるぞ。知らんぞ、怒られても。勝手に消すな。ほら。まあ、うん、これね、ちょっと間違い探しないでくれ。これ、白ないの。これがあるの。なるほどね。そう。なんか、あ、そうだから、今日俺のこのリモート背景も、このね、マイクラ。まあ、あの古き良きゲームね、もう今は無き。ない、なんかない。やってくれるって約束したじゃん。やってくれるって約束したじゃん。え、まあ今は無き、まあ、マインクラフトの、まあ、ありし日の光景ですね、これ。なんで僕の自宅前の。違う、違う、違う。懐かしい、これ。さあ、そう、あの、このね、このスクショで思い出したんだけどさ、はいはい、俺このエンダードラゴンの頭、モルダーさんにパクられたと思うんだよね。え、嘘。え、返した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 に言ったよ。いや、嘘、持ってる。これね、いや、あれ多分どっかにある。森永さん、また返してな。やべ、え、怖い。え、もしかなかったらどうなる？なかったら、うん、森永さんにエンド行って取りに行ってもらうかな。うん、返したよね、視聴者。返した、返した。あ、配信で返してたね。冤罪、冤罪。俺が、これは、あの、あれからログインしてないってことがバレたね、今。あ、なんで。いや、知ったよ、ログイン、マジで。おい、一人怖かったら一緒にやりますよ。何を？ついていきましょう。マイクラフトですか？そうそうそう、付き合うよ。まあ、まあ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 、ちょっとまあ、クラシカルなゲームは、まあ、さておき。今は 何のゲームハマってんすか？いや、シャドーバースしよ、やっぱ。シャドバなんだ。シャドバしよ。シャドバ。いや、でもマイクラもね、たまには帰っておいで。帰っておいで。実家のおかんか。たまにはね、顔見せなんで。どういうあれやねえ、でもマイクラもね、言うてね、結構やったもんな、二人でな。いや、なんていうか、毎回そうだよね。麻雀以外だと全部3回ぐらい。確かに。やった。やりましたね。さやぐさくんといえばマイクラだから。なんだかんだ結構絡んでるんだよな、森永さんと。絡んでるのかな？絡んでるか、歌も出したし、もうやることなくない？やることなくないって。あるでしょ、まだまだ。あるある。ある、ある、もうあるから、もう十分かなと。あ、そう、なに、なんで呼んだの。なんで呼んだの。嘘だよ、嘘嘘嘘。まだ俺たちの冒険はここからだ。まあね、これからもね、うん、あの10体のね、森永さんをね、あの成長ということで受け継がるな、受け継ぐな。ということでね、まあまあ、うん、新たな一面もね、また見せていけたらなと思います。ありがとうございます。さやぐさくんは今年何歳になるんですか？僕は20歳になります。20歳になる。はい。お酒が飲めます、今年で。今年でようやく、はい、ようやくね、ようやく、ようやく。今は何歳ですか？今は20歳です。まあ、いつかじゃん、20歳になったらあの、お酒付き合ってください。何の20歳に。え、カザが20歳になったらお酒を、うん、おい、だから、おいしい、なるのかって聞いてるんだよ。ならない。ならないね、うん。え、ちなみに来年は森永さん10歳。うん、うん、バイバイ。おっと、お誕生日おめでとう、じゃあね。ありがとう、バイバイ。はい。ちょっと待って、喋るのに夢中になって、あれだ、画面忘れちゃった。まあいいけど。はい、ということで、さやぐさくんでした。いやー、ということでね、陽気な方が来てくれたね。そう。そうだね。まあ今後もね、絡めるときに絡んで、絡まないときに絡まないでいけたらなって思います。いや、本当にみんな、とても仲良くしてくれて、とてもありがたい友達です、皆さん。うん。いや、マジ、恋人ボイス軽く打つ。もうやだ、ほんとやだな。いや、もう、女の子ライバーに飼われるより、異性に聞かれて、プークスクス言われる方がすごく辛いところはあるよね。うん。俺も買おうかな。あ、買って買って買って、リスナーに関しては、もう、恥とか知らずに買ってって言い続けるから皆さんね。そう、あ、じゃあここの広告に書こうかな。三枝明菜お墨付き
みたいな、あの三枝明菜も絶賛、森の奥さんこんな声出せたんだみたいな格好。はい、ということでね、ありがとうございました。いや、いや恥ずかしいな、にしても。